はいどうも、ルーでございます。ラングリッサー復帰いたしましたので動画撮らせていただきます。はい、アップデート来るみたいだね、大型アップデート。はい、で今日は、もう受け取ったかな、兄貴のハンバーガー。そうだね、昨日の12時で受け取ってるね。はい、みんなもあの兄貴のハンバーガー受けと、あとアクセサリーセット受け取るの忘れないようにしましょうね。で、ちょっとアンドロイドに移しちゃったんでね、ちょっと課金はね、ちょっとできない。特番やるみたいだね。明日だ、明日。20日。あ、20日じゃね。16日。見ましょう、みんな。これさ、要は1万円払ったらってことでしょ？ちょっときついよね。ちょっと今はきついな。読めない。iPhone8 が欲しいからさ、ちょっと読めないな。まあ、言わずと知れた、なんか引き継ぐな僕なんですけれども、しばらくアーチャーとかはね、精魔剣手に入れる手段っていうのがなかったんで、あんまりないんですけど、おお、いっぱい来た。あ、ちょっと待って、これだ。宝箱取るやつだよね、これね。そうだよね。オッケー。飛べんだっけ？飛んでんだっけ、これ。ジュグラ。まあ、わかんねえから、ヘリーに変えよう。お金もいっぱいもらえるしね、最高ですよ。行くわよ。おい、なんだなんだ。画面が勝手に切り替わった。めんどくさいな。準備か。あとはみんな待機。すぐ死んじゃうからね、どうせ。強すぎんだよ、なんかよくわかんないけど。攻撃力468って恐ろしくないですか。戦闘力にしたら3000ぐらいあるでしょ、こいつら。めんどくさいな。わかった。何？どうしたの？はいはい、わかった。行くわよ。もうすべての仲間を見捨てて、宝箱を取ってしまった。間違えてもうた。もう少し下だった。これアサシンだからきついんだよね。ワンパン。もう一つ下だった。失敗。違う違う。いや、ほんとさ、これをさ、もっと簡単にしてほしいよね。ほんと難しすぎるよ。わかった。何？どうしたの？おお。ご命令を。このゲームに対して文句があるとしたらそこですよ。準備完了。行くわよ。ここか。
や攻撃を468レベル、レベルなんてほとんど変わんないじゃん俺らと50ね。なのにこの戦力差何みたいな、防御力268何って分かった。本当何どうしたの。何事って準備完了だ。何どうしたの。何どうしたの。みんなの犠牲は忘れない。何どうしたの。ゴール。これで今日の日課は終わったぜ。体力使うも終わったからね。でまあ今日は、こういう感じでジャブ的な感じでやるんですけど、どんどん引き落とクリアしてレベル上げて時空の裂け目、初心者中級者向けにね、攻略をしていきたいなと思います。上級者の方はとっくにねクリアされてると思いますんで見ても面白くないと思うんですけど、こういう人たちねこういう人たちクリアしてて当たり前だからね、もうね、もはやね。うん。なので、俺みたいに時空の裂け目の星の数が、こんな1万以内の人とか、うん。実績数が1万以内とかね。こういう人のために動画作りたいなと思ってますんで、今後ともよろしくお願いします。最後、アリーナやろうかな。アリーナ動画っていうのも、できれば出していきたいんですけどね。面白いじゃないですか、アリーナ。オートで。うわー、ちょっと申し訳ないな、なんか。でも、ここに行くしかないな。負けるわけ、アリーナ券も使い切ったわ、そういえば。戦闘リザルトを見ていただくと、はい。最後負けちゃったのが、この方なんですけど。目障りだ。あ、違うか、これ攻められたときか。できた。いやーソフィアね、いいね。やっぱ馬乗れるさヒーラーっていいっすよね。だからティアリスとか欲しいよね。俺はヒーラーって言ったらリアナなんだよね。まあ、リアナはリアナで最高度が強いからね。回復もできるし最高度で。あ、惜しい。今ので倒せればかなり楽だった。え、この流れで負けんの俺。かなり俺に傾いてますね。アルテミュラーか。いや、これはきついね。まだ終わらないよ。わあ、マジか。レディにやられた。ああ。なるほどね、こういうことか。ちょっときつい戦いですな、これは。防衛陣形変えとくか。変えること無理だな、これ変えようがないな。戦場変更、シンプルな戦場にしよう。その方がやりやすいね、戦いやすいはずなんで。いや、悔しいな、負けんのは。世界アリーナあんまやってないんだよね、怖くて。
早く聖魔章がもらえるぐらいのアリーナポイントまで行かないとね、もったいないよね。よし、というわけでね、今回はこんな感じです。で、時空の裂け目も5の1まではクリアしてます。星1つだけどね、これまた星3つでクリアできるようにしたいなと思っておりますので、ぜひ応援ください。ご視聴ありがとうございました。次はね、攻略動画でお会いしましょう。それではバイバイ。